くないので、そこら辺をちょっとあの修正していきたいですね、はい。さあそして島根、広島、新潟で B リーグのキャリア積んでまいりました。 B リーグ7シーズン目、岡本飛龍です。東京での初出場になります。打てない、ランシューライト、ガルソン、ベースラインからキックアウト、あ素晴らしい、アークが触れる、ターンオーバー、残り30秒切りました。平井はキックアウト、岡本来た、ね、岡本飛龍、杉浦逆サイド、あまたこ、やっと岡本が手にやった、いやまた、そしてボールは今スリカロッタンクを演出、サイズです。Gリーグということになっています。岡本前が少し空いたジャンパー、しっかりエルボの位置から決めてきました。これで20点差です。激しい攻防、ハンターがリバウンド取ります。あーこれを返しました。味方がつないでくれたボールをしっかりと得点につなげていきました。ベンドラメインサイド、これもよく守りました、アルバルク東京、はい、超えている中でのファールということになりました。これはよく残しましたね、はい、石井選手よくボールを弾きましたね。さあライアンケリーインサイド、ね、いいディフェンスを岡本、岡本のいいディフェンスが出ました、アルバルク東京です。そして2対2からサイズ、さあここはベンドラメに対して激しいディフェンス、あオフェンスファールを取りました。カークにボールを預けますが、ロシターからインサイド、岡本からカーク、流れるようなパスワークを見せていきました、アルバルク東京。まだ攻めていかない、そしてロシター、ここですね、はい、コーナー岡本スリーポイント、今日も行きましたね、はい。まあ、ここの通面ゲームやっぱなりますよね、コブス外に振って岡本沈めた、スリーポイントシュート、いいですね、してますので、ただ昨日このシュートが入ってたんですよ、はい、今岡本選手のところですね、いいショットでしたね。一番対決、そのまま自分で行く、外に持ち出した吉井ピックアウト、これは2ポイントになっている、ロングレンジだったんですが、岡本飛龍の2ポイントシュート、今日はスタメンです。すかさず打っていったという手前コーナー、今度岡本のスリーポイント決めて返した、最後は岡本が今日3本目のスリーポイント、今シーズンハイの6ポイントとなりました。このスリーポイントショットを決めて、アルバルクが少し流れを手繰り寄せて第1クォーター終了のブザーが、このさあイーグルスとしてはどこに糸口をあっと取られました。今12点にまだとどまっています名古屋。さあ大阪部カーク入れ替わる、キックアウト岡本、シャットブロック残り5秒切ってます、岡本ジャンパー、いやいいですね、河村勇輝世代のブロック、小川のレイアップ落ちました、ブロックされました。カークはプレーやめません、強度も落とせません。オープンだ、岡本のスリー、いやーいいですね、結構早くまた対戦、近く選手フェイントエリアに入ってきます、はい。